ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、有名人って羨ましいよね。周りにチヤホヤされるし、楽しそうだし、華やかだし、お金も稼げるし、私も有名人になりたいわー。それは少しバイアスがかかりすぎていると思うぜ。有名人の方々は一見華やかに見えるかもしれないが、それはテレビで見せているあくまでも表の顔だぜ。裏ではテレビで見せている顔とは全く違う一面を持っているものなんだ。中にはかなり衝撃的な裏の顔を持っている有名人だっているんだぜ。それはもちろん悪い意味でギャップがある人もいるってことよね。その通り。よし、じゃあ今回は裏の顔が衝撃的な有名人5選を紹介するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、石立哲夫さんだ。昭和を代表する名俳優ね。アフロ姿が印象的だわ。石立さんは奥様は18歳、パパと呼ばないでなどで主演を務め、コミカルで親しみやすいキャラクターで人気を博したんだ。また、お前はどこのワカメじゃーのセリフで、おなじみのエースコックワカメラーメンの CM も人気だったぜ。プライベートでも陽気な人だったのかな？いや、そのコミカルな役柄に反して実際は、破天荒極まりない人物だったんだぜ。どんなエピソードがあるの？例えば俳優で司会者の坂上忍さんはギャンブル好きで有名だが、それは石立さんの影響を強く受けているんだぜ。石立さんもギャンブラーだったの？ああ、仕事をサボってギャンブルに行くほどだぜ。かなり破天荒だね。しかもイカ様も平気でやるような人だったんだ。坂上さんは石立さんと一緒にポーカーをした際に、いきなりイカ様でお金を取られたと語っているぜ。ひどい人ね。そんなことしたら相手と取っ組み合いになったりしなかったのかしら？石立さんは芸能界で最強の心を持っていると言われた人物だからな。昭和時代の芸能人は裏の世界の人たちに絡まれることも多かったようだが、石立さんは本職にも一歩も退かなかったらしいぜ。腕っぷしもかなり強かったらしいしな。コミカルなイメージとは違って怖い方だったんだね。しかし一方で、シャイな性格だったという証言もあるんだぜ。ドラマの撮影現場では、休憩中にタバコをふかしながら一人で過ごしていたそうだぜ。強くて自由奔放な生き方でギャンブル好きだけどシャイなんだ。本当は繊細な性格だけど、芸能界で生き抜くために、豪快なキャラを演出していた可能性もあるかもね。続いて紹介するのは、筒井道隆さんだ。昔、よくトレンディードラマに出てた俳優さんよね。ああ、アスナロ白書や君といた夏、王様のレストランなどに出演し、トレンディ俳優として大人気の存在だったんだ。全盛期は木村拓哉さんよりも人気があったと言われるほどだぜ。確かに整った顔立ちに向上心でモテたのは、間違いないだろうけど、そこまでだったとは驚きだわ。だがそれにもかかわらず独身のままでいることから、芸能界における謎とされてきたんだぜ。もしかして女性に興味がないんじゃないの？しかし坂井真紀さん、田畑智子さん、時は高子さん、夏川由衣さんなどと交際が噂されたこともあるんだぜ。そうそうたる顔ぶれだね。それだけの女性と噂になったのに独身なんて、何か裏の顔があるんじゃないかしら？筒井さんが独身の理由には、父親の影響があると考えられているんだぜ。筒井さんの父親はどんな方なの？筒井さんの父親はキックボクシングの東洋ミドル級のチャンピオンで、芸能活動もしていた風間健さんなんだ。なんだか厳しそうな方ね。実際、風間健さんは、筒井さんに対してかなり厳しかったらしいな。あまりに厳しすぎて、10代は反抗期とは無縁だったようなんだ。筒井さんが芸能界に入ったのも、風間健さんから、役者になるか自衛隊に入るかの選択を迫られたからなんだぜ。自分の意思で芸能界に入ったわけじゃないんだ。ああ、むしろ筒井さんは人前に出ることが好きではなかったから、当初は俳優になることが嫌だったそうだぜ。さらに、筒井さんが中学生の頃に、両親は離婚しているんだ。こんなことを言ってはなんだけど、離婚と風間健さんの人柄が無関係ではないように思えてしまうわ。もしかしたらそのような家庭で育ったために、筒井さんは結婚に夢を持てなかったのかもしれないね。このように父親から厳しく育てられたこともあり、筒井さんの性格は本当に真面目だったらしいな。真面目な性格に育ててくれたことには感謝だね。それと同時に筒井さんはマイペースという一面もあるんだ。例えばドラマの撮影終了後に共演者やスタッフがお酒を飲んでいる時に、お酒を飲まないという筒井さんは周囲の盛り上がりをよそに、寝ていたりしたそうだな。親睦を深めるための飲み会なのに寝ているなんてマイペースすぎるわ。捉え方によっては、あまり協調性がないのかもね。
もしかしたら、そのマイペースな性格がゆえに、誰かと一緒に暮らすというのが想像できないのかもね。まあ、筒井さんは結婚していないことに、特に負い目や引け目は感じていないらしいがな。仕事以外の時間は自転車などの趣味を楽しんでいるぜ。結婚イコール幸せ、ではないからね。本人が幸せならそれが一番だわ。続いて紹介するのは、蒼井優さんだ。南海キャンディーズの山里さんとの結婚は世間を騒がせたよね。それ以上に裏の顔は衝撃的なのかしら？蒼井優さんといえば、純朴なイメージがある女優さんだが、ドラマの打ち上げでは酒をガンガン飲んで、た。香水まくるようなんだぜ。顔に似合わず酒豪でヘビースモーカーなのね。そして性格もきついと言われているぜ。物腰が柔らかそうな雰囲気をしているのに。ああ、ミスをした若い女性スタッフを怒鳴り散らしたり、周囲にも聞こえる声でその子の悪口を言ったりするそうだ。また、あるドラマの撮影では、エキストラで参加していた一般人が彼女にサインをお願いしたところ、しっしっとあっち行け、みたいなジェスチャーをしたというぜ。それが本当ならドン引きだわ。性格悪すぎでしょ。さらにあどけない表情で恋愛に対しては奥手に見えるが、実は超肉食系女子だ。過去の男性遍歴も V6 の岡田純一さんに始まり、大森奈央さん、鈴木浩介さん、三浦春馬さんといった具合に、どっかへ引っかえだぜ。役柄とのギャップがすごすぎるわ。なんでそんなモテるの？その秘密はギャップだぜ。蒼井さんは仕事とプライベートでは全然キャラが違うんだ。芝居に没頭している時は完全に役柄に入り込み、近寄りがたいオーラを漂わせているが、仕事が終わって飲みに行くと、途端に女の子に変身だ。男性に寄りかかって甘えることもザラだぜ。そのギャップに、男はコロッと言ってしまうのね。やっぱりギャップって大事ね。参考になるわ。しかしそれでなんで山ちゃんに行き着いたんだろう。不思議で仕方ないわ。続いて紹介するのは、エイクラナナさんだ。またまた清純派女優ね。童顔な見た目で健康的なイメージのあるエイクラさん。だが、実は1日40本は吸うかなりのヘビースモーカーなんだぜ。20歳を超えてるから別に法律上は全く問題ないんだけど、さすがにイメージが悪いよね。また、あの優しい雰囲気からは想像しにくいが、実は性格が悪いという噂があるんだ。あの笑顔で性格が悪いなんてことある？よく言われているのは共演者に対する態度だ。撮影の打ち上げの場で、共演するシーンがなかった。俳優に向かって、てか、あんた知らないんだけど、と、どぎついツッコミを入れたことは業界で有名だぜ。言われた俳優はショックが大きすぎだろうね。さらに雑誌の専属モデルと女優業を掛け持ちして多忙だった時期には、誰のおかげで雑誌が売れてると思ってるんだよ、少しは休ませろ、と、スタッフに啖呵を切ったことがあるらしいぜ。あの笑顔からは想像できない天狗発言。女優って恐ろしい生き物なんだね。そしてさらに、ファンの子がエイクラさんにサインを求めたのに、うっせぇ、凡人と、一言吐き捨てて全く取り合わなかったこともあるらしいな。見た目と発言にギャップありすぎ。またエイクラさんは撮影前に自分で前髪をカットしてしまったこともあるんだ。役作りもあるのに、それはタブーだよね。さすがに監督に怒られたらしいが、エイクラさんは、なんで怒られてるの？と納得していない様子だったようだぜ。女優魂が熱いのかと思いきやちょっと天然な性格でもあるんだね。ほんと人は見かけによらないものだわ。最後に紹介するのは、本邪魔か、石塚秀彦さんだ。まゆう、でおなじみの石塚さんね。街ブラ番組などでいつも美味しそうに食べていて、誰とでも気さくに話しているイメージがあるわ。そうだよな。テレビタレントイメージの好感度調査の男性タレント部門で1位を獲得したこともある。石塚さんだが、テレビで映っていない時の態度がひどいと噂なんだ。あんな温厚そうなのに？どんな噂があるの？まずファン対応が無謀すぎる爆笑問題の太田光さんも、ロケ中の石塚さんは、愛想を振りまくけれど、ロケバスに戻ると豹変して、毒舌を吐きまくると暴露しているぜ。自分は表で悪口を言うけど、石塚は裏で言っていると語っているぜ。表で言うのもどうかと思うけど、まだ面と向かって言う方がマシかな？また、相方のめぐみとしあきさんも石塚さんの性格の悪さを暴露しているぜ。相方が言うなら本当だろうね。なんて言っていたの？なんでも石塚さんは車を運転すると性格が豹変するらしく、前の車がノロノロ走っていると、だよ、前の車おっせえなとイライラし始め、文句が絶えないらしいぜ。うわぁ、絶対一緒にドライブに行きたくない人だ。もう今までの石塚さんに対するイメージが180度変わってしまったよ。
まだまだ石塚さんには裏の顔があるぜ。撮影が終了し、関係者たちと一服し終えた石塚さんが、ロケ車に乗り込もうとした時、数人の女性から握手してくださいと声をかけられたんだ。芸能人に会ったら握手したりサインをもらいたいと思うのがファンの心理だよね。ああ、当然笑顔で応じてくれると思いきや、一瞬にして表情を暗くした石塚さんは、恐ろしく低い声で、あ、もう終わったからとファンの押しのけ、ロケ車に乗り込んでいったんだぜ。うわぁ、嫌なやつ。また、グルメリポーターという職業柄、いろいろな地方のロケで地元の市民と交流する、機会も多い石塚さんだが、ロケ中は周りの市民に愛想を振りまくが、ロケバスに入ると豹変し、毒舌を吐きまくるらしいぜ。どんどんファンの期待を裏切るわねー。この他にも、スタッフに対して厳しい態度を取ることもたびたびあり、不手際があると注意だけにとどまらず、大声で罵ることもあるようだ。プライベートでも怒鳴ったりする姿がたまに目撃報告されていることもあるぜ。怖い、怖いですよ。石塚さん、性格の裏表がありすぎて闇が深すぎだわ。以上、裏の顔が衝撃的な有名人5選を紹介したぜ。テレビで見ている姿からは想像できない一面を持っているものだね。人間不信になりそうだわ。そうだろ？人間誰しも裏表はあるかもしれないが、有名人はそれが顕著かもしれないな。表面上は華やかに見えるかもしれないけど、本心を隠していつもニコニコしてないといけないんだよね。案外ストレスがすごい職業かもしれないわ。だからあんまり有名人に幻想を抱かない方がいいぜ。裏の顔を知った時のショックが大きいからな。そうだね。テレビで見ている姿は作られたキャラクターだって割り切ってみた方がいいかもね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。